ボクシング WBAIBF 世界スーパーフライ級王座統一戦7月7日両国国技館 IBF 王者フェルナンド・マルティネス32アルゼンチンとの統一戦に臨む WBA 王者の井岡和と35イコール姿勢イコールが23日米ラスベガス合宿から帰国した1年ぶりにトレーナーのイスマエル・サラス氏と合宿を張った井岡は スパーリング相手も食事の環境もよく、バッチリ過ごせた。毎日の食事が楽しみで、しっかり体も調整できた。キャンプ、合宿、の仕上がりもマルティネス対策も、サラスさんと同じ目線にすり合わせて過ごせた。戦略的な内容もたくさん話したが、最終的な戦い方も話せて、まだ日本でも調整があるが、何よりも迷いなく戦い抜く準備ができた。良いキャンプができたな。 充実した内容に手応え十分の様子。今後は、サラスさんのとこでやってきたことを日本に帰って確認して最終調整するといい、スパーリングも残り1回、4ラウンドだけを行うという。空港では子どもたちと久しぶりに再会し、アンド、アンドの笑顔を見せていた。また、27日の後楽園ホールでは自身が市政事務入りを進め、 合宿にも同行したキラヒロヤがデビュー戦を行うが、最後の週にスパーもバッチリやってたし、デビュー戦なのにラスベガスの完璧な環境で、トレーニングと準備ができたという経験が何よりもでかい。状態も良いし、今後に関わる良い経験だったから試合が楽しみ、と大きな期待を寄せていた。なお、7・7両国国技館大会はアベまで全試合、生中継される。